ーカルミラクル夢が来る子ども科学チャンネル始まるよ。今回のテーマは色の不思議、おうちでいろいろ実験。皆さんこんにちは。子ども科学チャンネルを見に来てくれてありがとう。私は日本化薬医薬研究所の高橋です。私は日本化薬機能化学品研究所の水野です。この子は応援にやってきてくれた日本化薬の火薬馬です。今日は色にまつわる科学実験をいろいろ用意してきたよ。お家でやるときはお家の人と一緒にやってみてね。突然なんだけど、みんなは入浴剤を使ったことあるかな？最近寒くなってきたし、もしかしたらお家で使ってるかもしれないね。私も最近お風呂に入るときはバスボムを使っています。カラフルで綺麗なお湯に浸かるといつもより楽しいですよね。実はバスボムってお家にあるもので簡単に作れるんだけど、知ってました？知らなかったです。今日は私たちが作ってきたバスボムをいくつか持ってきました。カラフルですね。なんだか美味しそうです。そうだね。でも絶対に食べちゃいけないよ。早速お湯に溶かしてみましょう。シュワシュワしてきたね。色も綺麗についてきました。他の色も試してみるね。いろんな色のバスボムがシュワシュワしていてとても不思議だね。実はバスボムはお家にある粉の組み合わせで簡単に作れるんだ。ここでみんなにクイズです。このシュワシュワしたバスボムはどんな粉を使えば作れるでしょうか？ A 小麦粉と塩、B 洗剤と砂糖、 C 砂糖と重曹、 D 重曹とクエン酸。みんなわかったかな？実際にそれぞれの粉を混ぜて固めたものを溶かしてみるね。せーの。D の組み合わせだけがシュワシュワしてきたね。そうだね。ということで正解は D の重曹とクエン酸でした。すごいですね。でもなんで重曹とクエン酸を使ったらシュワシュワするの？それはアルカリ性の重曹と酸性のクエン酸が水中で反応を起こしてるからなんだよ。詳しく説明すると、重曹は二酸化炭素の元を持っています。空気中でクエン酸とそのまま混ぜてもほとんど反応しません。でも重曹とクエン酸を水に溶かすと、重曹がクエン酸と反応して二酸化炭素の気体が出てきます。これを中和反応と言います。今回この二酸化炭素がこのシュワシュワしている正体なんです。それじゃあバスボムの作り方を簡単に説明するね。まずは重曹、クエン酸、片栗粉を2対1対1の分量で混ぜます。片栗粉は粉同士をくっつけて固まりやすくするために混ぜているよ。次に好きな色の食紅を少しだけ混ぜます。ほんのちょっとの量で十分色がつきます。霧吹きで水を少しずつ加えてよく混ぜます。水が多いとすぐに反応しちゃうから入れすぎには注意してね。最後に好きな型に粉を押し固めて一晩乾燥させたら出来上がり。こんな風に可愛い形のバスボムが作れるよ。上手に型に粉を詰めると2つの色を組み合わせたバスボムを作れるんだよ。赤と黄色、赤と青、黄色と青のバスボムだね。これを溶かすとどんな色になるんだろう。じゃあ早速この赤と黄色のバスボムを溶かしてみるね。みんなも何色になるか予想してみてね。すごいね、オレンジになったね。じゃあ次は赤と青、黄色と青のバスボムを溶かしてみるよ。
そう、2つの色が混ざって紫と緑になるんだ。色を組み合わせるといろいろな色が作れるんだね。あれ、高橋さんどうしたの？水野さん、さっきは色を混ぜて新しい色を作ったけど、この混ぜた色ってバラバラにすることはできるのかな？それなら私が知ってるよ。実はお家にあるもので簡単に色をバラバラにすることができるよ。早速実験してみよう。今回の実験で準備するものは、切った縦長のろし、水、水性のペン、コップ、割り箸だよ。初めにオレンジをバラバラにしてみよう。切った縦長のろしの下の方にオレンジのペンで印を書くよ。水を注いだコップにこの紙をつけると、だんだん色がバラバラになってきたね。オレンジが赤と黄色に戻ったよ。すごいね。紫と緑も同じようにバラバラになるのかな。同じように紫と緑で印をつけた紙を水につけてみるよ。紫は赤と青に、緑は黄色と青にバラバラになったね。でもどうして混ぜた色がバラバラになったのかな。色は目に見えないくらいとっても小さい色素というものからできています。この色素の化学的な性質を使っているんだ。紙を水につけると水が紙の上を上がっていったね。その時に水と仲良しの色素は水と一緒にどんどん上がっていきます。逆に紙と仲良しの色素は紙にくっついて上がりにくくなります。色素によってそれぞれ水や紙との仲の良さが変わるから、2種類の色素が混ざった色もバラバラにすることができるんだ。そうなんだ。身近な色にそんな秘密があったんだね。色をバラバラにすればその色が何の色素からできているかわかるね。ではここでみんなにクイズです。同じように黒色で実験するとどうなるでしょうか。A. バラバラにならない。 B. 青、赤、黄色に分かれる。 C. 金、銀、銅に分かれる。考えてみてね。では答え合わせをしてみよう。さっきと同じように黒の印をつけた紙を水につけてみるよ。だんだんバラバラになってきたね。これは青と赤と黄色かな。そうだね。正解は B、 青、赤、黄色に分かれるだったね。使う水性ペンによっても色の出方は違うんだけど、この黒は青と赤と黄色を混ぜてできてるみたいだね。実はこの3つの色はとても大事な色で、3色を組み合わせると全部の色を作り出すことができます。これを色の三原色と言います。例えば、印刷した写真をすごく拡大すると、3つの色の点が集まっていろんな色ができているんだ。そして、青、赤、黄色を混ぜ合わせていくと、どんどん暗くなって黒になる性質があります。学校で絵の具を使って絵を描くとき、筆を洗う水がだんだん黒く濁った経験があるかな。それと同じなんだ。今回は紙とペンを使って色をバラバラにして色の秘密を知ることができたね。他にも紙とペンを使ってお花や花火も作れるよ。みんなもお家で遊んでみてね。今日は色についていろいろな実験ができたね。バスボムのように粉を固める方法はお薬を作る時にも使われているよ。私たちの会社で作った色素もプリンターのインクなんかに使われているし、色をバラバラにした技術は色以外でも様々な場面で科学の世界を支えているよ。興味があったらクロマトグラフィーで調べてみてね。今日は子ども科学チャンネルを見てくれてありがとう。次の動画も楽しみに待っていてね。バイバイ。
科学の不思議な世界を楽しむ子ども科学チャンネル。これからもどんどん面白い科学実験を紹介していくよ。チャンネル登録よろしくお願いします。